西武、山川穂高が153日ぶり実戦復帰。宮崎フェニックス、リーグに参加している西武、山川穂高、31、が11日、巨人戦、南郷、4番三塁、で先発した、計算打席に立ち、1打数無安打2四球、6回2四球で出塁すると、代走が送られて交代。5月11日のロッテ戦以来153日ぶりとなる実戦を終え、すごく楽しくというか、いい緊張もしましたし、そこは久しぶりの感覚だったので、と率直な印象を語った。何復帰してんの？それな、厚かましいんだよ。佐々木麟太郎くんの米大学行きで指名できなくなったから、球団も山川の放出はなくなったかな。中日の背番号3のやつ多分戦力外だで来年は中日だな。サードやりだしたのは会心アピールかな。騙されないぞ。中日サード空いとるもんで多分来年のための練習。結局来年も西武なんかで。山川は許した。ちなたか、いらん。組んでほしい。来年は東京ドームのライトスタンドに向けて、トス行為、とか言ってそう。やっぱり実戦ブランクあるとはいえまともに勝負してこれないのな。少しは悩んでやつれた感じがあるかと思ったら変わんないな。この借りはグラウンドで返すとかわけのわからない理論武装発動わら。西武はひょっとして現役ドラフトで使う気じゃなかろうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。